まあね、一番その2歳あたりから苦しむ時代にね、お母さんが困る時代に入っていると思いますけど、まあ、そんな感じでこう接してあげると、あの自分の気持ちも分かってもらえたし、でもダメなんだって、ダメなものは今日だけいいよっていうのは絶対ダメですね。ダメなものはどこまでもダメ、うん、いいものはちゃんといい。だからそのダメかいいかの判断が、あの割とこうお母さんによって違ったりしますよね。まあその辺は あまり息あのきっちりきっちりって細かく、うん、狭まっているお母さんにはもうちょっと広げてもいいかなっていう話もするし、うん、割とお母さん同士で話してると、あ、うちはこれはこうだよとかね、いろいろ言いますよね、うん、だからなんでダメなのかっていうところをお母さんも考えてみるといいんですね。いいかダメかの判断って。で、以前にちょっとご相談を受けたのことを例にとると、あの公園で一緒に遊んでたそうなんですね。で、まあ、仲良しになってるんだけど、あの、まあ、遊具の使い方がこちらのお母さんはきちんとこうしつけたいタイプ、こちらのお母さんは自由にやらせるタイプ、それであの自分はどんどん注意をしていってるんだけど、もう一人のお母さんに、誰ちゃんはうちの子と遊ぶと怒られてばっかりいるからかわいそうだからうちの子と遊ぶのやめましょうって言われてショックを受けてっていう話を聞いて、だからその時は滑り台を下から登ったとかっていうことだったんですね、うん、じゃあ滑り台下から登っちゃどうしてダメなのって考えた時に、上から降りてくることぶつかって怪我をするっていうことですよね。で、下から登ることも結構手の力がいたり足の力がいったりして、結構子どもにとっては遊びとしてはちょっとスリルもあって、こう運動神経もちょっとこう良くなっていくような遊びなので、決して悪いことではないんですよ、登っていくことは。ただ友達とぶつかるからですよね。そういう時には誰も来なかったらいいよとかっていうふうにしてあげればいいので、お友達とぶつかっちゃうと危ないよねって。そうするとお互いに、怒ってるお母さんも自由にさせてるお母さんも同じ見解に立つじゃないですか。で、そういう感じでこう人によってちょっとね落差があるので、その辺ってあのどうしてダメなんだろうっていうのを考えながらダメっていうことを決めていくことが一つポイントですね、うん。まあ、いろいろベチャベチャ喋りましたけどあのしばらくはね生活面を中心にって考えてますので、よろしくお願いしますね。個々のことは担任から聞いていただければ、うん、どんな感じっていうのをね聞いていただければいいかなと思います。で、泣いてるうちはもうあの安心していられるっていうことが大事なので、うん、いろんなことをやらないで、もうとにかく大丈夫だよ、ここにいても安心できるよっていうねことが分かってもらうことが大事ですので、ご飯も食べたくなければ食べないし割とあの食事なんかもやっぱり安心できないときは食べない子はもう絶対拒否しますから、それを無理に食べさせてもねダメですから、まず縁になれることがね大事です。で、我慢してるお子さんもたくさんいます。平気な顔してるけど、だって初めて来たとこですもんね。で、お母さんいないんだもん。何かの時にパッて見るといつもお母さんがいるから安心してるのに、いないっていうことがね、やっぱり今の来てるお子さんにとってはとても不安なことだと思うんで、うん、でも必ずお母さんを迎えに行くよってね、12時には迎えに行くからねって言って送り出していただいて、うん、で、別れる時はさっと別れた方がねいいかもしれないですね。やっぱりあの不安がぬあのお子さんに伝わっていくのでちょっと後ろ髪引かれますけど、さっと別れて、で、必ず順次に来るからねって言ってると、まあ、時計が分からなくてもご飯食べたら来るんだとかってい こう流れの中で分かっていきますから、で、必ず来てくれたっていうことで、あ、ここで遊んでるとお母さんちゃんと来るんだっていうのが分かると、じゃああそこに行って楽しく遊んでよ、そしたら必ずお母さん来てくれるって、そういうこう見通しがつくのでね、子供っていうのは必ず見通しがつくんですね、どんなちっちゃい子でも。で、生活っていうのは必ず同じようにしてあげるっていうのは見通しがつくためにそうするんですね。皆さんも多分起きたらパジャマ着替えて、お洋服着替えて、歯磨いて、それからトイレに行ってとかって割と順番があると思うんですね。起きた途端にご飯食べる人はいないだろうしだからそれがバラバラだとお子さんっていうのは迷って不安になるんですね。だから生活リズムが大事っていうのはそういうことで、
あ、起きたらこれするんだ、これの次にこれするんだ、これしたら今度これできるんだ、遊べるんだとかっていう見通しがあるから、あの次々覚えて やっていくんで、それが毎日違うことをやっていたら今日はどうするのっていうことになって、いちいち聞くってことになるんですね。見通しを持つというのはそういうことで、生活のリズムが大事ですってよくきっと本とかに書いてあるけど、そういうことなんですね。で、私自身もそうじゃないですか。毎日今日な毎日違うことが待ってると不安な感じでドキドキしながら毎日暮らさなきゃいけないけど、毎日これがね必ず来るんだなって、その中にちょっと時々ね、あの特別なことがあると、それはそれで受け止められて、今日は特別なことがあってそれでも楽しかったなっていうのがあるけど、毎日特別だと、うん、不安になるね。だから生活のリズムっていうのはそういうことなので、縁でもリズムを整えていきたいと思ってますので、ご家庭でもねその辺をあの頭に入れて生活していただくと、お子さん何も言わなくてもちゃんとやることをやるようになりますから、うん、あのその辺もね考えていただいてやっていただけると嬉しいかなと思います。